トランプ大統領は依然、敗北宣言をしていませんが、バイデン氏の政権移行手続きが正式に始まりました。23日月曜日、政権移行の手続きを統括する GSA 一般調達局のエミリー・マーフィー局長は、政権移行の資金として公費600万ドル、また事務所の使用を認める書簡をバイデン氏に送りました。 これにより政権移行手続きが正式に始まったことになりますまた大統領が毎日受ける新型コロナを含む機密情報の報告をバイデン氏も30日月曜日から受ける予定です一方トランプ大統領は政権移行手続きを容認しているものの選挙での敗北は認めていませんそうした中ジョージア州が手作業での最終刑を終了し20日金曜日 バイデン氏勝利の選挙結果を承認したのを受けトランプ陣営は3回目となる再々集計を23日月曜日ジョージア州に要請しました23日月曜日にはミシガン州24日火曜日にはペンシルベニア州とネバダ州がバイデン氏勝利の選挙結果を承認しましたトランプ陣営は複数の激戦州で大統領選挙に関する訴訟を起こしていますが 24日火曜日までに少なくとも30の訴えが取り下げまたは棄却されています。